バニックのやつ。そうそうそう、アッシュブラウン。そうそうそう、美味しいですね。こんにちは、シエルです。先日美容院に行ってきたんですけれども、私髪のね毛質が結構コンプレックスがあって、まあ硬くて多くて太くて大変みたいな感じで、かなり悩まされて生きてきてるんですけど、美容室ですごいね、髪質改善するトリートメントをもらったので、今日はそのトリートメントの紹介をしていきたいと思います。ちなみに美容院ではカラーとトリートメントしたんですけど、ただでさえ髪傷みやすいので、髪の毛明るくするとよりそれが目立っちゃうんで、まあ、結構暗めな感じでここ数年はいて、10代の頃とか断裁した時は結構ね髪明るかったり、赤とかすごい色をしてたんですよね。エクステつけたりとか、本当はね髪の毛短くしたりとかしたいんですけど、結構ボリュームが多すぎて、なんか重みでこう落とすみたいな感じにしてるので、髪型とかもあんまり変えずにずっとこんな感じなんですけれども、美容室でトキオトリートメントっていうのやってもらって、でこれがね私が行ったところだと5000円ぐらいのトリートメントなんですけど、そのトリートメントやっただけでね、この指通りが全然違くて、でまあリピートだなって感じなんですけど、物は一緒なんだけど美容室によってね金額全然違うらしいんですよね。なんかお酒みたいな感じ、高級バーで飲むと値段高いみたいな感じで、やっぱ美容室によって金額違うらしくて、1万円近くするところもあるそうなんですけど、まあ、私が行ったところは5000円 で、今もね美容院行ってからね1週間ぐらい経ってるんですけど、それでねもらったの、トキオインカラミホーム補修系集中ヘアパック、自宅でできるホームケアっていうのをねもらったんですよ。これを使ったらね全然違うの。ドライヤー乾かす時にもう違うみたいなって。ただこれがさ 50g で、私ぐらい髪の毛が多くて長かったりするともうね4回ぐらいで使い切っちゃうらしいんですけど、でまあ1週間に1回とかで使おうとは思うんですけど、 Amazon でも売ってて、これ1889円で、まあ、ちょっと4回しか使えないとしたら高いなと思うんですけど、美容室にいて毎回5000円ぐらいかけてトリートメントするよりはまあいいかな。私みたいにすっごいガッチリした形質の人にはすごいおすすめです。 TOKIO のなんかヘアケアシリーズあるみたいなんで、まあ、それも使ってみたいなと思うんですけど、やっぱ若干お値段するので、とりあえず私はこのトリートメントを使ってみようかななんて。であとね、これ美容院関係ないんですけど、最近ね IO エッセンススリークっていうね、まあ、洗い流さないトリートメントですね。これ Amazon で1600円だったんですけど、これも香りめっちゃ良くて、結構容量があるから、そうすごい気に入ってる。ちょっとつけちゃおう。なんかほんとさ、梅雨とか湿気の多い夏はさ、ほんと髪の毛多い人からしたらめちゃくちゃさ辛いから、そうなんかどうにかこうボリュームをね私は抑えたいなと思って、いつもいろいろヘアケア系の商品は使ってるんですけど、どう？なんかつるっとした感じじゃないですかね。はい、まあ、そんな感じでした。私のようにちょっと髪の毛で悩んでる皆さんはこちらよかったらおすすめです。このイオのディープマスクっていうトリートメントは結構使ってて、髪の毛が柔らかい人はべったりしちゃう感じらしいんで、毛が強い人にすごいおすすめ。前も言ったんですけどね、髪の毛硬すぎてさ手に刺さるの、トゲみたいに。そう、それぐらいね強いんですよ毛が。これをねどうにかね柔らかくならないかな、まとまらないかなと思って、まあ日々ねちょっと戦ってるわけなんですけど、個人的にこの TOKIO のトリートメントが本当ね手触りとか変わるので、もし美容室に TOKIO トリートメントがあったらなんかそれやってみるのもありだし、このねホームケアのものも Amazon で買えるので、はい、おすすめです。湿気に負けずにねこの夏も過ごしたいと思います。はい、ということで今日はヘアケア商品のご紹介でした。はい、動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。